インゲン豆属ファセラスは豆赤に属する属の一つ。新大陸に固有の属で、特にメキシコに種数が多い。先コロンブス期に最低でも4種が栽培化されており、そのうち最も有名なものがインゲン豆で、現在では全世界の熱帯から温帯で栽培されている。他の種としてラベ豆、ベニバナインゲンなどがある。 かつてこの族には他にも多くの有名な種が属していたが、現在では、捧げ族をはじめとした他の族に移されている。例えば緑島の学名はかつてファセラス・オリアスだったが、現在では、捧げ族に移されベニア・ラジアタとなっている。同様に1753年に発見された、コックリア・サンサス・カラカルもかつては、インゲンマメ族とされており、1970年には、 ササゲ族に、その後独立したタンカタ族に移されている。現在、インゲンマメ族に新大陸以外に、自然分布する種は含まれていない。コウモリ画のコーシャルテレスルポリナハイパーコンプアイケジア、ハイパーコンプワルバイコーニーズ、キタクロヤガユウウ,ウアニグリカンス、大陸薄いロヨトハジラトリホリなどのンシメ昆虫の幼虫の植草となっている。俗名、 ファセラスは1753年、カール・フォン・ディンレによって命名された。この名は、ラテン語のファセラスに由来するが、これはギリシャ語で捧げ、を意味するファイ・シグマ・イータ・ラムダに、縮小ジオラスをつけたものである。ギリシャ語のファイ・シグマ・イータ・ラムダの由来は不明である。約70種が含まれる。ありがとうございます。